星野清次11月11日から1979年10月14日は日本の大倉官僚銀行家銀行局検査課長を最後に退官し朝鮮銀行副総裁を務める第二次世界大戦終結後は同行の特殊生産人に選ばれ第二会社として日本債券信用銀行の前身となる日本武道産銀行を設立し東ド会長を歴任 日祭銀相団役、福島県出身。父は、酒造業を営み、その次男であった。藍津中学、一校を経て1918年7月、東京帝大を卒業。水野俊夫は、中学以来の同級生である。在学中に、文官高等試験に合格し、大倉省に入省した。臨時調査局属。総務部総務課。 外国為替管理部総務課、大臣官房秘書課のほか、銀行局の普通銀行課、銀行課、検査課で課長を務め、1938年7月、辞職。朝鮮銀行に入行し理事を経て、副総裁を務める。4年弱の公職追放処分を受けた後、閉鎖期間となった朝鮮銀行の生産を行い、1957年3月には、 日本武道産銀行設立とともに初代東取に就任。1961年11月会長。1969年10月相談役。1977年10月に同行の名称が日本債券信用銀行と変更となった後も相談役として経営に携わった。星野は君島一郎の後任として1945年2月に 朝鮮銀行副総裁に就任し、総裁、田中哲三郎を補佐したが、ほどなくポツダム宣言受諾を迎える。同行は GHQ によって、閉鎖機関に指定され、日本銀行、閉鎖機関整理委員会、在外活動関係閉鎖機関特殊生産人とその、主体を変えながら生産が進められた。1952年4月23日、星野は、 衆議院をオークラ委員会に参考人として招致され、閉鎖期間指定の解除や朝鮮銀行関係者による生産、残余財産による侵害者の設立を要望する。同月28日、サンフランシスコ講和条約が発効し、7月16日には、それまでの戦前の経営に関与したものを除外した、生産が期待していたこと、また最終処理体制が未定という事態を解決すべく、 察機関令の改正が行われる。1953年11月、星野は特殊生産人に就任し、約4年をかけて、朝鮮銀行の最終生産を行った。補佐人は、勝田達夫、台湾銀行の生産人は、上山映像であった。星野は、給食員に対する未払い給与や退職金の支払いなども言ったが、朝鮮銀行関係者は、 終戦間もない頃から第二会社の設立を望んでいた。自由民主党は、中小企業振興対策として、不動産金融専門銀行を設立するため、朝鮮銀行と台湾銀行の在余財産約100億円の活用を考慮していた。しかし、大倉省は生産終了後の納付金を予算に組み入れていたため、星野や勝田との間で交渉が重ねられ、 中小企業者に対し不動産抵当による長期資金の貸し付け及び担保不社債に関する信託業務並びにこれらに付随する業務を主たる目的とする日本不動産銀行の設立に至った。星野は戦後の合津会会長として合津地方出身者の中心的存在であった。畑春六が東京裁判で先般指名を受け出頭するに際しては小日山直人 高野原心らと送別の会を開いている。小山智和、小林緑は中学時代の同級生である。ありがとうございます。